バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのヨコです。今夜のバニラスカイも、この素敵な午前中にしか出ないヨコボイスでございますけれども、最後までイチャイチャとお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。今夜の1曲目なんですけれども、久しぶりにこの曲をお届けしたいと思います。ヨコで Believe、 お聴きください。Thank you.
お聴きいただきました曲は陽子で Believe でした。ほんとね、この曲のギターもかっこいい。なんか聴いてると最近このギター私が弾いてるのかなぐらいそんなこと言っちゃいけないのかな、だけどなんかね私のギターだなと思うんですけれども、皆さんそういう風に曲を聴かれますか？最近ね、とある企業様のね楽曲を作ってダンスを今作っていただき、映像もまた作るところなんですけれども、まあそういうねゼロから作り出す時に私の気持ちやアイデアしかないので、すごく日常にアンテナを張るんですけれども、まあ医師とね旦那さんとね一緒に音楽活動をしている制作していますので、まあある意味医師は私の分身ではなく私の、進化後ぐらいな感じで、悪用いっぱいして、悪用ではないですね、ひどい扱いをいっぱいしているかもしれません、これが悪用というのか。だけど、なんていうの、演奏とかさ、まあ、打ち込んでもらうねあの音とかは演奏、それも演奏か、うん、全部私がしてるわけじゃないし私は口しか出さないんですけれども、でもねあの曲を聴いてると自分できないくせに自分がしたみたいな、自分ができたみたいなね、すごい愛着が湧くんですね。でその気持ちのまま過去の自分の曲であったり、今から発売じゃないよね、発表だ、今から発表する曲とかもあこれ私が作ったよなみたいなね感じになっちゃうんですけれども、多分あの皆さんが好きなアーティストさんに思われる曲とかも、あこれ私のねあのこういう思いがあって思い出があって好きだからこれ私の曲みたいにね、そう聞いていいと思うんですよねそうやって曲って、そしてアーティストとかねミュージシャンってね愛されるべきじゃないかなってすごくね思うんです。例えばこの間陽子9月15日に宝山ホールコンサートをしましたけれども、まあいろいろねあのやっぱりステージにはいろいろあるんだっていうことを今回も知りまして、でなお陽子は陽子バンドにもうラブしかなかったんですね。というのも映像を見てもそして音源を聞いても、私がちょっと困ったことがあるだろう、じゃあ俺たちのねあの本気の2時間やってやろう、見せてやろうみたいな感じで、すんごくサウンドが素晴らしかったの。これもね聞いていただきたい。なんで聞いてもらえるかな、動画とかでもやっぱりねちょっと小出しにねあの報告したいなと思ってるんですけれども、本当ねここだけの話ではないんですけれども、陽子バンドってすんごい方々で でね、あの愛情深すぎて本当に甘やかされているんですけれどもね、これをどう表現したらいいのかなっていうのが、まあ、ライブをしていくこと、コンサートをしていくことだなと思っております。なのでねぜひまた陽子バンドでするんだ、じゃあ行ってやろうかなみたいな感じでね、沖縄からもねぜひぜひ足を運んでいただきたいし、沖縄おいでよってねあのお声掛けもいただきたいなと思いますんでね、まあ本当人の行動とかあの時にこうしたから結果こうなったとか、本当ね全てがつながるのがこの音楽だなと思うんですね私は。それこそサウンドプロデューサーのイーシーはですね、全部つなげるなって言ってきたんですけど、これもねまたねこの間ラジオに出てくれたひかちゃんと話を昨日したばっかりなんですけど、まあさサウンドプロデューサーでありますけど、まあ今となっては旦那さんのイーシーでしょ、でひかちゃんもね福ちゃんっていう旦那さんがいらしてね、で男性ってねもう本当一つ一つを上手に一生懸命やり遂げるっていうね習性なんですかね、そういうところがねまた素晴らしいんですけど、でも女性がねその脳の使い方だったらもう本当で何もできないわけですよ。子育てもできない、仕事もできない、ご飯も作れない、なんなら洗濯物もできない、もう全てがなんていうの全部同時進行でできるっていうかせざるを得ないからこそ、私たちは仕事ができたり私なんか歌が歌えたりねするわけですよね。なので、まあ、この男性特有の、うん、なんていうのかな、気配りと女性特有の気配りが合わさってうちの家族は成り立ってるよねっていう話をね、昨日したばっかりなんですけれども、
でも一見ねこのことを聞くと文句に変わる奥様もいらっしゃるだろうし、文句になってしまう旦那さんもいらっしゃるでしょうし、でうちの場合はね、あの医師がねどんどんこう、あそうかって一つじゃいけないんだなって知ってくれて、そして私もあ一つしかできないって大事だなってこうどこかねこう妥協はなのか、共有し合えるからなのかね、そうまあそれでねうちの場合は成り立っておりますけれども、皆さんのご家庭はいかがでしょうか。そんな、なんていうの、夫婦を極めていってもね大変なことがいっぱいある中、うちの場合は、制作活動においては特に、あこれもありだねあれもありだねってクリエイティブにいかに変えていくかっていうのが大事だなと思ってね、昨日の夜も遅い時間まで、家族4人で戦っておりましたが、今からプレゼンというかねご提案なんですけれども、うまくいくことを祈っててください。そしてこのラジオで、出来上がった楽曲を皆さんに聴いていただける日が近いということをね楽しみにね、まあ、頑張っていきたいなと思っておりますのでね、ぜひあこういう人間たちもこういう家族もいるんだなとバニラスカイではねいっぱい知っていただきたいなと思います。ではでは、初心を忘れない、そして、この曲長いけど歌詞を忘れない。私のある意味戒めということで、宝山ホールコンサートでも歌ってくれてありがとうというメッセージ嬉しかったです。では6分もある対局、ヨーコのミントチョコレートお聴きください。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーン。時を刻む証も
いただきました曲はヨーコでミントチョコレートでした。最近ひどいですね、私のなんかつれづれなるままに話す癖もうメッセージやリクエスト募集してるからですよ募集してるからっていう、なんていうの、自分に対しての発言をしてますが、簡単に言いますとメッセージやリクエストを大募集していますということです。お待ちしてます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあね、つれつれなるままにと言いますとね、この秋は秋なのか分かんないけど、ちょっとさ、風の香りが、鹿児島はですね、風の香りが、お、秋になったみたいな感じになると嬉しくなっちゃう。だけど、わ、寒いと思ったら冬来ないでって思っちゃうっていう感じの、なんかこういきなり秋っていうのが本当ないなと思って、で、まあその影響なのか、空はね最近比較的バニラスカイ空が増えましたよね。夏空ってさ、こう夕暮れ時が短くてすぐなんていうの、こう暗くなっちゃうみたいなね、イメージもある日が多いけど、秋って意外とこう、あ、ちょっと空がピンクになってきたな、あー綺麗だなって。でそれにね、2歳のね娘ののんちゃんが、わ、バニラスカイだーって言うんですよ。すごい、2歳でそんなおしゃれなワード知ってるみたいなね。で空だっていう言葉は多分知らないかもしれない、空が全部バニラスカイだって思うのかもしれないけど、ほんと賢いなーと思ってね。そうで、何が言いたいかと言いますとね、この時期台風が通常ならあまり来ないはずなのに、運動会大丈夫かなとか、私たちも撮影大丈夫かな、イベント大丈夫かなとか、あとこの秋だとできればね、キャンプとかね、こう涼しくやってみたいなと思うタイミングなのに、天気が悪いよね。あ、せっかく今日一日遊べたはずなのに家の中かとかね、もうそれはねちょっと寂しいなと。とはいえ、ヨーコ11月たくさん県外に行きます。どれを告知していいのかも把握しきってないくらい、なんかいろいろ行きますが、10月は10月でね、今度の5日土曜日、トラック協会、鹿児島のトラック協会のイベントに1時30分から2時、この30分間の間にちょっとどこかで歌わせていただきますので、ぜひマリンポートかな、場所はいらしてください。そして夜は 42R に伺っております。多分歌うかな、スタッフさんのお手伝いしながらね、皆さんのお越しをお待ちしてますので、ぜひ遊びにいらしてください。多分歌うと思うんだけど、だから行くんだと思うんだけどね。そして10月11日は泉酒造様の、イベントがありまして、そちらでね歌わせていただいたり、10月12日は鴨中祭り、今年も出演させていただく予定です。そして10月20日もうお伝えしていいと思うんですけれども、朝10時30分は伊佐市にあります大口酒造様の焼酎祭りにて歌わせていただきます。そして午後は
14時、お昼2時からは志布志の若潮酒造様の新酒祭りにて陽子を歌わせていただきます。大口酒造様陽子一人でね、もうめちゃくちゃタオルフリフリ盛り上げてきますなんかすごい偉そうきますですけれども、午後からは陽子は今度はバンドでねお届けしますので、そこもまたね、盛り上がるように陽子も頑張ります。なのではしごお酒いかがでしょうか。そして、10月26日11時からはハロウィンイベントが、鹿児島市の市役所前にてございます。で、午後からはワルズバレープラハ様で歌わせていただく予定です。そんな感じでね、1日2現場なんで別れなかったかな、陽子ありがたいな、なんか売れっ子みたいじゃんみたいなね勘違いをさせていただけるような機会を本当皆さんありがとうございます。そしてね、11月も、これはですねお寺のイベントになります。はい。そして、他にもハーレイイベントや、またねちょっと告知させていただきたいんですけれども、いろいろ陽子ステージ歌わせていただきますので、ぜひ遊びにいらしてね。では今夜最後の曲、陽子でスイーティーお聴きください。愛してるずっとずっと I will love you forever ever 知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く守り続けよう、愛してるずっとずっとあなたに愛されて強くなる、この世界ごと守れちゃうくらいに愛して、この後はひふみずばーです。今夜もひふみさんよろしくお願いいたします。では皆さんもめちゃくちゃハッピーに1週間過ごしてね、陽子も一番ハッピーに過ごしたいと思います、負けません。ではでは来週まで、せーの、バイバイハッピー。We'll be right back.